ブランドン・アシュリーも加わって得点源がコートに帰ってきました。ただここはクランプル一つ見せました。かいくぐってアシュリー、クランプルの対応、アシュリーが行く。ここは笛がありました。今シーズンのコンセプトでもあります。ここはショットを決めていくグライムス。横川、クランポルのスリー決まった。突き放しました岩手。アシュリーマッチアップは仁平、かわしていく。ファールがありました。これでパーソナルファール仁平は2、チームファール1つ目となります。もう一度前田、さらに岡田、バウンスパス、パードンのリング下ダンク決めていく。これで1点差。さあ岡田から杉本が中へベースライン走り込んでいった。月野が中に切り込んでいくかと見せかけて一旦落ち着きます。バウンスパス、クランポルゴール下決めていく。ケルビン・マーティン、薄いであったり後藤、さらには石川などの怪我もありまして、今日は8人で戦っている岩手です。前田から木田、もう一度前田、ふわりとしたボール、ここはアレックス・デイビス決めました。3クォーターが終わっています。第3クォーターはアルティーリ千葉が一気に畳みかけました。木田から低いボールのパスはここが通ります。アレックス・デイビスゴール下、アシュリー。さあここで苦しい中、人数が少ない中でのゲームですが、粘りを見せたい。そんな中アシュリーが突破決めました。今のシーン見ていきますと、最後横川食らいついていったんですけれども、岩手としては良さを出し切りたい。パス、ゴール下決めました。4番グライムス。ショットクロックは残り8秒。中へアタックしていく。大崎決めました。やはりリバウンドという面でグライムス、今日の試合も非常に見せています。ゴール下は仁平見ました。さあ今でも70点台、この若武者が今日は躍動、岩手の良さというものも出し切りました。ただそれを今日も上回っていったのがアルティーリ千葉です。